デイビッド・ニック・ターンはアメリカ合衆国のソングライター、テレビ番組の音楽を担当する、作曲家、サウンドトラックアーティスト、チベット仏教の流れを組む仏教指導者、瞑想家としても知られている。日本語ではデイビッド・ニッチ・ターンと表記されることもある。デイビッド・ニック・ターンの父、ソル・ニック・ターンはニューヨークを拠点としていた、精神科医で著作家であり、母、 クレア・ニック・ターンはブロードウェイの劇場をプロデューサーで女性として初めてトニー賞を受賞した人物であった。8歳で音楽を始めたニック・ターンはコロンビア大学在学中にプロのミュージシャンとなった。1980年代にはニューイングランドデジタルで販売責任者を務めていた。ニック・ターンは音楽制作会社ナジーミュージックを創業し、その部門として ダルマムーンと5ポインツレコードを立ち上げた。また、ニックターンは、真夜中のオアシスの作者である。ニックターンは、ワールドミュージック、フュージョンのバンド、ドラーラを主催しており、ソロでも、フロムヒア2ニッチタニティと題した、もともと、テレビドラマ、ワンライフトゥリブのために書かれた、楽曲5曲に加え、マイケル・ブレッカーを迎えての、 インストゥルメンタルデュエットによる真夜中のオアシスを収録したアルバムを出している。また、ニックターンは、クリストファー・ゲスト、C.J. バンストンと組んだ、インストゥルメンタルトリオ、ザ・ウェイマン、ブロスの一員でもある。1970年から、ニックターンは、チベット仏教の流れを組むシャンバラ仏教の教えを学び始め、創始者、チョギャム・トゥルンパから、直接教えを受けた。その後、 ニックターンは、この教えの上級教師となった。ニックターンは、シャンバラトレーニングの普及部長を長く務めており、バーモント州のカーメ・チョリング瞑想センターの共同運営責任者の一人となっている。ニックターンの息子であるは、イーサン・ニックターンも、仏教の教師、著作家となっている。5ポインツレコードは、デイビッド・ニックターンが創設したニューヨークを拠点とする。 株式非公開のレコードレーベルである。姉妹会社には、ワールド、ライフスタイル系のレーベルである、ダルマムーン、特注品を扱うレーベルであるゴポインツ VIP、音楽出版社、ナジーチューンズがある。レーベルの最初のリリースは、レア・エレメンツシリーズから始まり、提供あるインドのミュージシャンである、ウスタッド・スルタン、カーンのオリジナル曲が、シーブリーコーポレーション、ジョー・クラウゼル、 ニコデムスオシリスら様々な現代のミュージシャンたちによって多様な形でリミックスされた。続いてリリースされた子供のステルライフは子供がイタリア、日本、アメリカ合衆国、中国などを旅して撮影した写真を表現したミニマルなエレクトロのトラックを集めたものである。このアルバムは2008年10月7日にリリースされた。この他、 オマール・ファルク・テクビレクの作品を、アモント・ビン、ジュニア・サンチェス、トミー・サンシャイン、フロスト・ラダムス、アンド・モア、ラニオヨル・リミックスを収録する、デア・エレメンツシリーズの第2弾が予定されている。ニック・ターンは、2000年から2006年にかけて、ワンライフ・トゥ・リブと、アズ・ザ・ワールド・ターンズにおける業績によって、ドラマシリーズの音楽監督及び作曲の部門で、 デイタイムエミー賞に合わせて10件ノミネートされた。そして2000年にはワンライフトリ to、Live、2005年にはアズザワールドターンズ2 0 0 6年には再びワンライフトリ to、Live、で受賞した。また、1975年のグラミー賞、第17回グラミー賞では、真夜中のオアシスが最優秀楽曲賞にノミネートされた。最初にデイタイムエミー賞に、 ノミネートされた際には、パメラ・マゲー、ジェームズ・コワル、ゲイリー・ディーン・シュタット、ロバート・バード、ビリー・バーバー、アール・ローズ、ギック・ローズ、ロバート・サンズ、エド・ジュ・ボック、ケビン・ベンツ、ジェイミー・ローレンス、ベティ・サスマンも共にノミネートされた。最初に受賞した際には、ポール・グラス、ジェイミー・ハワース、ドミニク・メッセンジャー、ケビン・ベンツ、リー・ホールドリッチ、ベティ・サスマン、ロブ・マウンシーも共に、 ノミネートされていた。真夜中のオアシスがサウンドトラックに収録された主な作品には以下などがある。ありがとうございます。